どうもこんにちは。メンタルコーチの久保田康信です。コーチングや個人向けのコンサルティング、オンラインカウンセリング事業のモンジュの運営をしております。今日のお話は、今日ね、私いつもと撮影の時に着てる服と色違うんです。普段は青系とか黒系が多いんですけれども、今日はオレンジなんですね。今日なんでオレンジを着てるかっていうと、オレンジが私の必要な色っていうのを、オーラというかカラーを見れる人に見てもらった時に言われた言葉だったんですね。私がオレンジを着ると新しい仕事と出会いやすくなる、自分の仕事にもっとこう力を注げるようになるっていう意味ですね。要は心が湧き立つ色というのがあなたはオレンジですよっていうふうに言われたんで、今日ちょっとオレンジを着てるんですけれども、人にはねそれぞれ合った色があるんですね。この肌色、この皮膚の感じ、この目の色だったらこういう系統の色みたいな、カラーコーディネーターの方もいらっしゃるんで、そのカラーコーディネーターの方はよく知ってると思うんですけれども、人それぞれのタイプによって合う色合わない色が合うっていうのがありますね。で、私の場合はそれとはまたちょっと違うんですけれども、オーラとかそういう気の色とかで見て、あなたはオレンジ色を着た方がいいですよっていうふうに言われてるので、今回はオレンジを着てみました。実際着るとね、色の効果なんですかね、やっぱりちょっとね、あんまり着ない色なんでポカポカするんですよね。これがもしかしたら自分を湧き立てる力なのかもしれないですよね。すごくポカポカするんです。私ね、意外と着るものに色を取り入れてるんです。例えばカウンセリングコーチングをするときは、多分ほぼねベースは青か黒なんですね。でそこにコーチングカウンセリングの時に、クライアントさんがこの色を見てくれると割とちょっと元気が出てくるよっていう色を差し色にして入れたりしてますね。そういう風に目から入る色の情報っていうのを取り入れたりします。で、あとはカウンセリングの時以外は、ここぞという時の勝負下着の色は赤をつけたりします。この勝負下着っていうのは仕事として勝負する時ですね。そういう時は赤をつけると結構調子良くなったりとか元気が出たりします。まあもともとね、赤っていう色の意味が情熱とかね、エネルギーとかを表すっていう風に言われてるので、例えばオレンジだったら新しい仕事の出会いだったりとか、あとは元気、向上心みたいな感じですね。赤系はさっき言ったように情熱だったり、パワーだったり、活性化っていう意味があります。茶系の場合だと落ち着きとか充実感とか成熟みたいな意味ですね。黄色系の場合だと目立つとか、人の目を引くみたいな感じ、あとはこう人を束ねるみたいな意味もあります。緑系の場合はよく言われているような安らぎだったりが多いですね。安らぎ、リラックス、バランス感覚みたいなもの。青系の場合は軽やかさ、開放感、内面を成長させるみたいな意味がありますね。白系はリセットだったり浄化っていう意味もありますし、あとは再生、拡大みたいな意味があります。グレー系は全てを受け入れるとか、まあ、それぞれねこう色によっていろいろな意味があるので、例えば服装一つにとってもそういう色のこの意味を考えて取り入れるっていうのもありだと思いますし、部屋のインテリア、カーテンとかもそれぞれそういう色の意味を考えて、この部屋はこういう意味合いにしたいからこの色を着たいなっていうふうに、色の意味をこう主軸に置いてコーディネートするっていうのも面白いかもしれないですよね。で、私の場合はコーチングカウンセリングが主なので、色っていうのはクライアントさんにとって必要な色とかっていうのに主軸を置いて考えたりはしてます。なので今回はね、あのオレンジを着ましたが、まあ、似合う似合わないは別として、本当はねもっと太陽、夕日みたいなオレンジがいいそうです。ちょっと今回はこのオレンジしか私の持ち合わせてる服がなかったので、これを着てみましたけれども、このオレンジのね評判が良ければ今後もオレンジ着るかもしれないし、いやいつもの紺とか黒っぽい服の方がいいよって言うんでしたら、そちらにまた切り替えていきますけれども、でもこの、ファッションスタイリストさん的に私の顔に合ってる色っていうのは黒ベースがいいみたいですね。顔が実は映える色っていうのが黒の方が映えますよ、自然と目立ちますよ、印象残りますよみたいな感じですね。ですけどどうしてもねこう着るとカチッとしたイメージ、硬いイメージになってしまうんで、まあ、たまにはねこういうちょっと明るい色っていうのを取り入れて、 YouTube 動画でも見てる皆さんがその色をパッて見てどんな印象を持つか、どんな感じになるかっていうのをいろいろ試しながらね動画を撮影していきたいと思います。今日のお話は色についてのお話をさせていただきました。今日のお話は以上になります。皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。メンタルコーチの久保田康信でした。それでは。